フランソワ・ジョアシャンド、ピエール・ド・ベルニフランソワ・ジョアシャンド、ピエール・ド・ベルニは、フランス王国の数奇教、外交官。1715年5月22日、貧しい貴族の家で、サン・マルセル・ダルデシュにて生まれた。長男ではなかったため、当時の風習通り聖職者の道を歩み、リセルイコールル,イコールグラン、イいイサン・シュルピス教会の神学校で学んだ。 19歳の時に一旦聖職者の道から離れて貴族の家系であることを利用して裕福な家族に入り込もうとして成功。1744年にはアカデミー・フランセーズ会員に選出されたが、いずれも家計の問題を完全に解決するには至らなかった。この時期にポンパドゥール夫人に紹介され、夫人はベルニにチュイルリー宮殿での住居と1500リーブルの年金を 与え、ベルにはさらにそのつてで1751年に、ベネツィア駐在フランス大使の職を得た。ベネツィア駐在中は、ベネツィア共和国とローマ教皇ベネディクトゥス14世の紛争を調停して、ベネディクトゥス14世の信頼を得たため、副助祭に除解され、1755年に帰国した時に、教皇領の国務大臣に任命された。 七年戦争直前の普通同盟の交渉にも関わったが、ベルギーは同盟を一時的な試みとしか見ておらず、フランス軍を大規模な戦争に投入するつもりはなかった。そして、1五十七年六月二十八日には、フランス王ルイ十五世によって、外務大臣に任命されたが、ポンパドゥールプジンらの出費の多い政策に反対された、ため1758年12月には、 ルイ15世によって、ソワソンの追放され、そこで6年間過ごした。追放直前に、枢機教に除され、1764年に、ポンパドゥール夫人が死去したため、ベルには呼び戻され、再び外務大臣に任命されそうになったがそれを拒否、代わりに、アルビダイ司教に就任した。1769年ローマ教皇選挙では、ローマでクレメンス14世の当選を助けたため、 ローマ駐在フランス大使に任命され、そこで寄席を送った。イエズス会の弾圧を推進したため、イエズス会を支持したピウス六世の治世では疎まれ、フランス革命が勃発するとそれに敵対して、ほぼ無一文に陥った。しかし、イエズス会弾圧の功績を覚えていた、スペイン宮廷から年金を与えられて救われた。1794年11月3日に、ローマで死去。 三ジテ定フランチェージ教会に埋葬された。1803年、ニームの聖堂に改装された。死去から数十年経過した1878年、ベルーの改葬録が出版された。ありがとうございます。